ペトルス・ダミアには、イタリアの神学者。ベネディクト会修道士で、11世紀にグレゴリウス・7世とと共に、教会改革を推進した。数奇教。カトリック教会の聖人であり、1823年には、教会博士に宣言された。謙遜して、ペトルス・ペッカトレと名乗った。ダンテは、新曲の中で、聖フランチェスコの選達として高く評価している。 哲学は、神学の女という用語を用いた人物である。ペトルス・ダミアンには、貧しい貴族の家の場所として、ラベンナで生まれ、幼くして孤児になり、そのため貧困と窮乏のうちに青春期を過ごした。その後ラベンナの大司教であった長兄のダミアンのもとに、引き取られ、ダミアンは、最初ペトルスを飼いとしてろくに食事も与えず酷使 したが、やがて、ペトルスの添付の才能に気づくと、教育を施した。ペトルスは、ダミアンの恩義に、感謝の気持ちを表明するため、自らの名前に、ダミアンの名を加え、ペトルス・ダミアニと名乗るようになった。それからペトルスは、進学と教会法を、最初は、ラベンナで、次に、パルマで、最後に、ファエンツァで勉強し、25歳になった時にはすでに、 ラベンナとパルマにおいて、著名な教授として知られていた。1035年頃、どういうわけか、ペトルスは、世俗の職業を捨てて、クルニー派の贅沢な修道院を避け、グッピオの近くの本テアベラーナで孤独な修道生活を開始した。修行者としても、修道士としても、ペトルスの熱意は群を抜いていたが、一方で過剰な修行は、彼の健康に悪影響を及ぼした。 健康を取り戻すと、同輩の修道士たちに抗議をするよう任命され、さらにポンポーザのグイドや、近隣の修道院長たちの要請もあって、2、3年の間ペトルスは、近隣の修道士たちにも抗議を行った。1042年頃には、ピエトラペルトーザの修道士たちのために、セーロムワルドの生涯を執筆した。ペトルスが、ホンテアベラーナへ帰還してからすぐに、 彼は長老によって修道院の会計に任命され後継者として指名された。すなわち1043年に長老となってから死ぬまで、ペトルスはフォンテ・アベラーナの長老であった。ペトルスは修道士や聖職者の改革運動の熱心な賛同者でフォンテ・アベラーナに鞭打ちを伴う厳しい戒律を導入し、この厳しい戒律によってフォンテ・アベ ダーナは大変有名になった。この厳しい戒律は偉大なモンテカシーの修道院をはじめとする他の修道院でも取り入れられた。一方で、ペトルスの戒律に対して多くの意義が申し立てられたが、彼の粘り強い普及活動によって徐々に支持を獲得し、後に一部の行き過ぎた支持者をペトルス自身が押しとどめ、なだめなければいけないほど広まった。ペトルスはまた、 夜の勤めの疲れを補うため、会律に昼寝を取り入れた。彼が長老であった間、修道院の回廊が増設され、銀の生産杯と銀の行列用十字架が購入され、書庫の本が増やされた。ペトルスは人里離れた修道院に住んでいたが、教会の運命をしっかり見定めていた。教会にとって嘆かわしい時代であったが、ペトルスは、 友人ヒルデブランドと共に改革に尽力した。評判の悪かった教皇ベネディクトゥス9世が1045年に主席司祭、ヨハネス・グラティアヌスの手によって教皇くらいから降ろされた際は、ペトルスはこれを指示して、グレゴリウス6世に手紙を送り、ペザーロやチッタディカステッド、ファーノの堕落した司祭などを槍玉に挙げて、イタリア教会の堕落に対処するよう構成した。 また新生ローマ皇帝ハインリヒ三世と交流を持つなど活動の領域を広げるようになった。クレメンス二世がハインリヒ三世と王妃アグネスにローマで退官した時にペトルスはローマに滞在しており、1047年の年初にラテラの大聖堂で開かれる教会会議に出席し、会議の決議によって生殖売買は禁止された。この後ペトルスは 修道院に帰還した。レオ九世が教皇であった1050年頃、当時の聖職者の堕落ぶりをゴモラに例え、通列に批判した論文を発表し、教皇に捧げた。この論文で、ペトルスは、過剰な欲望に結びついた狂気が引き起こした、風紀の破壊と混乱の例として、同性愛の行為を批判した。この著作は、大きな物議を醸し、少なからず、 ペトルスへの恨みを生んだ。教皇さえ最初は称賛していたものの、説得されて、後には古代な内容であると考えるようになり、教皇の冷淡さに対してペトルスは何度も手紙を送って抗議した。一方で当時、生殖売買による生殖者除人の有効性が問題となった。ペトルスは1053年頃、秘跡論を書いて、生殖売買による 女人の有効性自体は擁護し、大いに論争が戦われた後、12世紀の間にこの問題が決着する根拠となった。その反面、ペトルスは生殖売買自体には粘り強く反対し、生殖者の結婚にも厳しい批判を向けた。ウィクトル2世が教皇であった1055年6月、ペトルスはフィレンツェで開かれた教会会議に臨席し、会議では 生殖売買と生殖者の性的堕落が再び批判された。ペトルスが病気で伏せていた間に、ウィクトル2世が死に、モンテカッシーの修道院の修道院長フレデリックが新たにステファノス9世として教皇に選ばれた。1057年秋、ステファノス10世はペトルスを数奇教に任命することを決定した。教皇庁の改革者として、より伝道者に、 心の平安を見出していたペトルスは、しばらくの間これを誇示したが、結局受け入れざるを得なくなった。1057年11月30日、オステアの主教となり、数奇教に列した上、グッピオの教区の管轄を任された。数奇教になると、ペトルスは、数奇教の大きな責務に感動し、突き動かされて、同僚の数奇教たちに興奮した内容の手紙を書き送った。 その中でペトルスは自分たち以前のすべての数奇教に勝るほど立派になるべきだと強く説いた。ところが4ヶ月後にステファノス10世はフィレンツェで救世しベネディクトス10世が選出されたが、この時教皇施設としてドイツに赴いていたヒルデブランドなど改革派数奇教は反対し、教会は分裂した。ペトルスもベネディクトス世を厳しく非難したが、 状況は改革派に不利であったために一時的に、ポンテアベルラーナに退いた。その後改革派は、フィレンツェの司教、ゲルハルドゥスを、ニコラウス2世として擁立した。1059年の終わり頃、ペトルスは、ニコラウス2世によって、ミラノへの施設として派遣された。その頃のミラノは、聖職録が公然と売買され、聖職者は公的に妻をめとり、 一緒に住んでいるというような堕落した状況にあった。アリアルドやルッカのアンセルムスはこれを改革しようと、したが、激しい抵抗にあっていた。そこで、ニコラウス2世はペトルスを強行特使とし、アンセルムスを補佐につけた。この時ミラノの聖職者たちは、不安を感じ、ローマにはミラノに対する何の権限もないと抗議した。 ペトルスは大聖堂にこの群衆を集めて完全と向き合い、彼の決定をすべての人々に了承させることで教皇庁の権威を示した。ペトルスはまず大司教と大司教に属するすべての聖職者に将来にわたって昇進に際して代償を払うことがないよう厳粛な誓いを要求した。その後、罪を犯した全員に償いをさせ、 独身を守って生きることを選択した者には、ふさわしい生殖録で復帰させた。この恩恵的な決定は、ローマで若干の求心主義者によって批判されたが、結局翻ることはなかった。だが、ニコラウス2世の死後にロンス王は再燃し、1066年のアリアルドの殉教の後もずっと決着しなかった。ペトルスは批判から逃れようと、泥沼の議論に弁論していたが、 ニコラウス2世もヒルデブラントも彼には同意していなかった。ペトルスは1061年7月のニコラウス2世の死後に起こった教会の分裂、すなわちアレクサンデル2世とホノリウス2世の争いにおいてアレクサンデル2世に価値ある支援を与えた。効果はなかったもののパルマ司教をピエトロ・カダルスに思いとどまるよう全力で説得を試みた。 このシスマは最終的にペトルスの議論を読んだケルン大司教でありドイツの摂政であったアンヌ2世によって1062年10月にアウクスブルクに教会会議が召集されアレクサンデル2世を事実上教皇と認める決定が出されることにより決着した1063年にアレクサンデル2世はローマで教会会議を開きペトルスは クルニー修道院とマコンの司教たちの間で起こった論争を解決する施設に任命された。ペトルスはフランスに到着すると、シャローン・シュル・ソーヌに教会会議を召集し、クルニー側の主張を認め、フランスの教会で争われていたその他の問題も解決して、秋にフォンテ・アベラーナに帰還した。ペトルスがフランスに滞在している間、対立教皇ホノリウス2世は、 ローマを占領しようと活発な動きを示したが、ペトルスはこれを抑えるために、もう一度神聖ローマ皇帝の助力を仰ごうとして、ヒルデブランドやアレクサンデル2世の叱責を受けた。1067年に、ペトルスは、司教とバンロンブローザ修道院の修道士の間での論争を解決するために、フィレンツェに派遣された。司教は修道士たちによって、 生殖売買をしたと訴えられていた。しかしペトルスは事実関係の判断を誤り、司教の側を支持したので、この仕事は結局失敗に終わった。この問題は、翌年に、教皇自身によって裁定が下されるまで、解決しなかった。1069年にハインリヒ4世が、性交渉の不成立を理由につまべるたとの離婚を求めると、ペトルスは離婚に反対である。 ローマ教皇の施設としてドイツに赴いた。ペトルスはフランクフルトの議会でハインリヒ4世に根々と王者としての倫理的基準を悟し、ハインリヒ4世は離婚を撤回して、後にベルタとの間にたくさんの子をなした。この仕事の後2年の間、ペトルスはフォンテアベルッラーナで静かに暮らした。1072年の初頭にペトルスはラベンナに派遣された。 このリウス二世を支持するラベンナ大司教を支持したために破門されたラベンナの住民と教皇庁の和解を圧戦するためであった。その帰り道ペトルスはファエンツァ近郊で熱に倒れた。サンタマリアデリアンジリの修道院で一週間病気に伏せっていた。聖ペテロの司教座の祝祭日の前夜、祝祭の仕事の指示を出し、それを復唱した後、賛美歌の終わりと共に池を引き取った。 他の教会がペトルスの遺体を移して生遺物としないようすぐに埋葬された。教皇の施設としてフランスとフィレンツェでの職務を終えた1067年の時点でペトルスは数奇教を辞職することも可能であった。晩年はヒルデブランドと政治的に考えが一致することがなかった。ヒルデブランドがグレゴリウス7世として遠く来する前年にペトルスは ファエンツアで死んだ。ノーマン・エフ・カンターは、それはグレゴリウス7世を制止できた唯一の人物を舞台から引き下ろしたと述べている。ペトルスの体は6回移転したが、その度に墓は豪華になり、1898年以降は、ファエンツアの大聖堂の聖者専門の礼拝堂にある。ペトルスは決して公式に聖者の列に加えられることがなかったが、彼の崇拝者が、 ォンテ・アベラーナをはじめ、モンテカッシーのクリュニーに存在した。1828年レオ12世は聖者であると考えて、ペトルスをカトリック教会の教会博士と宣言した。ペトルスは結び縄を手に持っている、数奇教として描かれる。また、時にペトルスは、施設としての多くの活躍から、教皇の神章を携える巡礼者として描かれる。ビータ・ベアチ・ロムヤウルディハット。 ペケイターとは、罪人の意。プライヤー、聖ベネディクトの修道会則において、修道院内で上位の位置にあるものをこう呼んだ。修道院長より若いであるが、この称号を授けられたからといって、特に特別な権限が生じるわけではない。EN、プライヤーを参照。チャリス、生産の際にワインを注ぐ細具。プリセシャネルクロス、宗教的な行列に使われる。 杖の先に十字架がついた細具。EN、プロセッション参照。総ボジー、スマタ、肛門成功など。参照、ペトルスの秘石論に対して、直ちに同じ改革派数奇境であるフンベルトゥスは、生殖売買者爆論を書いて反論し、論争が起こった。当時ローマの貴族たちと改革派は対立しており、改革派は、 ローマの貴族による教皇擁立を阻止する必要があった。この時代、数奇教による教皇の選挙制度が確立されていくのであるが、このことがローマのパトリキウスとして教皇任命権を主張する神聖ローマ皇帝との対立を生み出したのである。ハット後にアレクサンデル2世となるルッカのダイアンセルムス。彼の後2071年にルッカのショーアンセルムスが ミラノ大司教となっている。特にヒルデブラントは、聖職売買について、フンベルトゥスに近い立場であった。一方で、ルッカのダイアンセルムス、すなわちアレクサンデル2世は、ペトルスと考えが近かった。改革派がアレクサンデル2世を選出したのに対し、ローマの都市貴族と改革反対派の司教は、新生ローマ皇帝ハインリヒ4世に、教皇の選出を求めた。 こうして、帝国議会において、ピエトロ・カダルスが、ホノリウス2世として選出されたが、幼い皇帝の摂政であった母皇、アグネスの失脚と共に実権を握ったケルン大司教案の2世により、後日のアウクスブルク教会会議が開かれ、決定は覆されることになる。公会議によって決定が下るまでは、アレクサンデル2世が教皇としての職務を遂行するという決定であった。 事実上、アレクサンデル2世を教皇と承認したことになる。現在のサンタマリア・ベッキア。2月22日。イット・リムーベド・フロム・ザ・シーン・ザ・ワン・マン・フー・クット・ハブ。リストレインド・グレゴリー・ノーマン・エフ・カントール。シビライゼーション・オブ・ザ・ミドル・エ g ジズ。P251。ありがとうございます。